皆さんこんにちは、テニスソウルです。悪童のイメージがあるものの、意外とテニスコートでは笑顔を見せることも多く、憎めないプレイヤー、ニック・キリオス。今回はそんなキリオスの観客を沸かせるプレースタイルと魅力に迫っていきます。プレースタイル。キリオスのプレースタイルは一言では言い表せません。なぜかというと、その時々でプレースタイルがあまりにも変わりすぎるからです。ある時はオールラウンダー、ある時はカウンターパンチャーという具合に、強力なサーブを軸にネットプレーも織り交ぜて攻撃的なテニスをしたかと思いきや、ただストロークをつなぐだけで相手の様子を見つつ、攻めてきた時だけ強力なカウンターを見舞うことも。他にも余裕のあるなし関係なく突然気をてらったショットを選んだり、かと思えばしっかりとストロークを組み立ててじわじわ相手を追い詰めるジョコビッチのような優等生テニスも披露します。強いてまとめるのであれば、変幻自在で予測不能なテニスがキリオスのプレースタイルです。最大の武器。まずキリオスのテニスを語る上で最も重要なことの一つに、サーブのクオリティの高さがあります。193センチの長身から放たれる高速サーブは威力十分で、220キロに近いフラットサーブは確率も高く、エースを量産します。セカンドサーブも素晴らしく、ダブルファーストのような200キロ超えのサーブとブレーキの効いたよく跳ねるキックサーブを混ぜて組み立てます。世界最高峰といっても過言ではないサーブの持ち主で、キリオスのサービスキープ率はビッグサーバーの面々に全く引けを取りません。そしてもう一つ何よりも注目すべきは、キリオスの武器は天才的ともいえるタッチの柔らかさ。特にボレーやスライスショット、ドロップショットのタッチはプロの中でも群を抜いています。ネット際でのドロップスマッシュを打ったりもし、非常にラケットワークに秀でた選手でもあります。声援を味方につけるプレー。キリオスの特徴の一つにメンタルの強さが挙げられます。特に大舞台や注目された中での強さは特筆すべき点です。観客を楽しませるミラクルショットも積極的に混ぜるので、見ているものを飽きさせず夢中にさせ味方につけてしまいます。しかしやる気がなくなると無気力プレーになったり、試合中に観客と喧嘩してしまったり、客席にラケットを投げ入れたり、コートチェンジの時などに審判や相手選手に暴言を浴びせたりと、あまりにもひどい状態になることも。まあまだ若い選手ですし、若気の至りの延長線上にあると思いますので、年を重ねるごとにきっと落ち着いてくれるはずでしょう。そんな悪童のイメージの強いキリオスですが、自身の夢として恵まれない子供たちのために自由に遊んだり、自分が家族の一員だと感じたりできる安全な施設を作ろうと計画をしています。そんな彼の温かい人間性をもっと注目するべきだと思いますね。いかがでしたか。今回はキリオスのプレースタイルと魅力を特集しました。テニスソウルでも今後キリオスをもっと注目していこうと思います。